神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。 なっそうかぼくのそうか僕の信仰の最後のピースはこれだったんだエイコーばさんに相談してみようあきちゃん イスラエルのことなら私に任してエイコバさんイスラエルを軸として聖書を見る時これまで見えなかった神様のご計画が明らかになりますその最後のピースにやっと気づいたタケちゃんそこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです お邪魔しますああ、たけちゃんいらっしゃいこんにちはこんにちはおばさん元気にしてた元気にしてたよ、神様のおかげですっごい元気よかったよかったいつも、うん、来てくれるから私もすごい若くなったと思わない若くなったね、えー、<laughs> <laughs> 今日は何質問してくれるのそうそう、今日もね、聞きたいことがあってきたんだけど 聖書を読んでいて前々から思ってたんだけど神様は何でカナンの地「カナンの地」?「カナンの地」を選んだのかなっていうことがね分からなくてそれを聞こうと思ってきたんだよねそれは素晴らしい質問うん、うん、まずは「創世記」の12章、うん、一節読んで主はアブラム」に仰せられた「 あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。ウルっていうところにアブラハムが住んでたんだけど、うん、そこを出て、えー、カナンの地に行きなさいって言われたのね。うんうん、でカナンの地になぜ行きなさいって言われたのか、うん、あおそらく死ぬあるの地っていう。 ところにウルがあったんだけどうん、うん、おまあそこが良くないっていう意味も大いにあったと思うのねシナルの地っていうのがバビロン、うん、バベルの塔を建てられたとかアッシリアだったとか、うん、ああすごいいろいろなああところで良くないところだったのね結構聖書で登場してくる場所なんだね たくさんの歴史のあるところなんだけど、その死のあるの地っていうのは、神様に逆らう象徴のようなところ。うんうん、えなぜそれをね、思うの思うかっていうと、実は黙白録の17章5節には、すべ、うん、てのインプ地の憎むべきものの母、うん、大バビロン、 っていう言葉が使われてんのねんっていうことは読むべきものっていうのは偶像でしょう。それの母親っていうから偶像の生まれた場所が死ぬあるの地だったんではないかなって思わされるわねなるほど偶像礼拝がそこで始まったように考えられるわけね大いに考えられるのねということはカナンに行けばそこには偶像礼拝がないから 行きなさいって神様言われたのかなそうじゃないの。うそうじゃなくって、えー、今あ、たくさんの考古学者が発掘してるんだけども、うん、もうこのカ,カナンの時代の偶像がいっぱい出てきてるのね。うん、だからあそこも偶像礼拝をしていた<ー>ということだ。そうかそうか。じゃあ何のためにカナンの神様は選んだんだろう さて、その理由なんだけども、はい、ちょっとこれ見て。うん、これが、古代の世界地図。古代の世界地図で、<ー>えー、ここがアフリカ、うんうん、ヨーロッパ大陸、中国大陸、えー、そして、うん、ここに、えー カナンの地があったのね。<ー>えー、メソポタニアなんていうのがこの辺にあったんだけど、え、この地図を見ると、うん、世界の中心がカナンの地だったのね。うん,うん、うん、本当だね。今の地図と全然違うけど、<す>ま、そして、真ん中にあるんだね。じゃあ、ちょっと、今の地図見せるね。今の地図だと、これ、 今の世界地図、うん、今の世界地図よーく見て日本はあこの太平洋を真ん中にして日本が真ん中になるようにしてるんだけど、うん、ほとんどの世界地図っていうのが大西洋を真ん中にしてるのね、うん、だからよーく見るとあこれは昔こうくっついてたんだなあって思わない、うんうんうん 確かににそんな形に見えるねこのアフリカの南の方と南アメリカはねここくっつきそうだし,だし北アフリカは中米の辺りにこうぴったり合わさりそうだしなんか大きな川が、まあ、あるような、まあ、それがまたは海に広がったような、まあ、そういう地形に見えるよね。見えるでしょうん、うん、だからこれをち この土地をぐーっと近づけると、うん、やっぱりここがイスラエルなんだけど、イスラエルが世界の中心になって、やっぱりちょっとクローバーのような形にもなってくる。なるほど、なるほど。こっちに広がったり、下にも伸びたり。うん、伸びたりしてね。で、真ん中にちょうどイスラエルが来るように見えるね、これは。そうでしょうん,、うん、うん。これがあ、神様のご計画の 始まりなるほどなるほどでも世界の中心にアブラハムを置くっていうことでそれだけで神様の計画は十分なのかななんでそのろに <laughs> それすごい、うん、すごいすごい質問なんだけど今あ読んだ、うん、あ12章なんだけど、はい、3節も読んでくれる あなたをを祝福するものを私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福されるこれがあ神様の人類救済計画 マスタープランっていうものなのねな、えー。人類救済するためにアブラハムをお選びになって、そして、えー、世界の中心地に置いた。うん、そっから始まるわけね。世界の中心にアブラハムを置けば、それで世界の人々は祝福されるっていうのはなんでなのかよくわからないんだけど。 それは素晴らしい質問あ今は私たち宣教師を世界中に送ってるじゃないそうでしょそうだねだけど神様のご計画っていうのはそうじゃなくって、うん、人が一番通るところ大通りにアブラハムとアブラハムの子孫を置いてうん、うん、そして祝福して、うん えー、そこを通る人たちが、え、なんでここはこんなに祝福されているんだろうっていうのを思う、うん、そのような形でも中心に置いてるのね。うん、で、ただ中心だけじゃなくて、うん、昔の人っていうのは旅をするときに、 必ず水のあるところを通って旅をする。それ以外にないのよね。何ヶ月もかかるんだから。あの、カナの地っていうのはたくさん泉があって。 えー、ヨルダン川があって、<ー>ガリラヤ港があってって言って、うん、えー、お水がたくさんあるところだから、アフリカからヨーロッパだとか中国だとかうん、うん、メソポタニアに行くのに、必ずその場所を通って、また向こうから来るアフリカに行く人もそこを通って、うんなるほど え行ったので結局大通りにアブラハムを置いたっていう形なんですね、うん、うんなるほどいろんな人がもう行ったり来たりする大通りのようなところだったから神様はそこを選ばれた。選ばれえー、じゃあどうして、まあ、その場所が人々がいっぱい行き来する場所だって分かったの、まあ、水がたくさんああるるからっていうのもあるけど 人がたくさんそこを通ったっていうことはどうしてわかるの今はあ飛行機があるし、うんえー、車もあるし、うん、どこへでも短時間で行けますよ、ねうんうん、だけど、昔の人っていうのは、もうポツ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 ,ポツ歩いて長いことかかった。うん、その昔昔の旅の仕方と、うん、今現在、 同じ旅の仕方をしているのが渡り鳥なのね。ええー、渡り鳥。渡り鳥、<ー>渡り鳥っていうのは昔と同じ渡り方をしているわけですよ。そうかそうか。だからヨーロッパの方からまたメソポタミアの方からちょうど城固のような形で。うん イスラエルの土地を飛んでアフリカの方行くのね。ええー。そしてアフリカから来る時も同じようにイスラエルの近辺を通って飛んでいくのね。へ<ー>だからイスラエルが一番渡り通りが一時的に停止するところなの。うんうんうん、なるほど。じゃあ鳥も人も 行きししたたたかかかっっらもうそこを通るしかなかったんだねやっぱり水の,の,の,のところに行くから、うん、生きて通っていくためにはなるほどそういうふうに分かるんだねでその場所にアブラハムを置くことで世界の人々は祝福されることになっていったの いや、そ、それはあ、またこれもいい質問で、うん、今現在では考えられない。なぜならば、今強い国っていうのはあ、強い武器を持ってる国でしょだけど、昔は強い国っていうのは、あそこの神様が強いから、はあ、あそこの神々には勝てないよ、はあ、っていうような、 昔の戦いっていうのは神々の戦いだったのね。神々の戦い。神々の戦い。<ー>うんだから、うん、ええー、ちょっと、神々の戦いのところを見てほしいので。わ、うん、かるのそれも。うん。これを、もちろん聖書に書かれているから、うんうん、第二列王記の、うんえー、19章、11節から13節、けちゃん読んでくれる お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか私の先祖たちは、ゴザン、ハラン、レツェフ、およびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのかハマテの王、アルパデの王、 セパルワイムの町の王またヘナや岩の王はどこにいるのかこれはアッシリアの。うん 神がどれほど強くて、他の神々をやっつけたんだぞって脅かしているわけなのね。なるほど、なるほど。この時代っていうのはヘゼキヤ王の時代で、本当に神様を信じていた時代なのね。えー、その時に、えー アッシリアからセナケルが来て、うん、ものすごい脅して、エルサレムを囲んでいた時なの。うんうん、なるほど。うん、アッシリアの神々が強いから、イスラエルのお前の神々も滅ぼしてやるぞっていう脅し脅し脅し、<ー>それそれ。だ,だから、神々の戦いであったということがわかるんだけど、うんえー、ここで、 えー、16節からヒズキヤが祈ってるんだけど16節から18節読んでくれるはい「主よ御耳を傾けて聞いてください」「主よ御目を開いてご覧ください」「生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を聞いてください」「主よアッシリアの王たちが国々とその国土等を廃墟としたのは事実です」 彼らはその神々を火に投げ込みましたそれらは神ではなく人の手の細工木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたよできたのですこれは素晴らしい祈り、うんえー、このあ地のすべての王国が神を知ることができるように戦ってくださいっていう 神様のマスタープランを成就させてくださいっていう祈りなのね。<ー>そして神々がやられたことは確かなんだけど、うんうん、あれはもう本物の神々じゃなくて偶像だったからよっていう祈りをしたら、預言者イザヤがやってきて、うん、あなたの祈りは聞かれましたよって言われるのね。うんうんそして、 えー、35節では、うんはい、あこの、その夜、うん、主の見ついが出てきて、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺したって書いてある。うんえー、人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていたと、うんえー、いうことが書かれていて、うんうんうん えー、そして、えー、アッシリアの王セナケルブは立ち去って帰ってニネバに住んだって書いてあるんだけど37節では彼は息子に殺されてるのね、うん、だから本当に神様が戦われになるほど確かに神々の戦い っていう感じもこの言葉から分からるしでもイスラエルの神が他の神々国々をもう滅ぼしたっていうのがはっきり分かるねここはそうでしょう、うん、だからこのことがどれほど有名になると思うどどれくらいだろうだみんながこの話を聞いて震え上がると思うのね <laughs> うう多くの人たちが イスラエルの神を恐れるようにこの事実を事件を見てなるようになるんだというわけね<ー>そういうわけねだから大変な結果が出てるので第二歴代史の32章の23節読んでくれる、はい、多くの人々が主への贈り物を携えユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持って エルサレムに来るようになりこの時以来彼はすべての国々から尊敬の目で見られるようになったすごいでしょうイスラエルの神だけじゃなくてヒゼキヤ王も周りから尊敬の目で見られるようになった<ー>そして。もう 多くの人々が、このイスラエルの神様に捧げ物を携えてきた、うん、って書いてあるでしょ、うん、だからこれはすっごいことだと思う思えないすごい影響力だね。上ってことそう。そうしたら、どういうことになったかっていうと、うん、ああ、この神様は、 本物だと。こういう強い神様を私たちも礼拝しよう。そうしたら私たちの国も強くなる。あ<ー>という、そういう考えを持っていた古代の時代なのね。だから、世界の中心にアブラハムの子孫を置いて、うんうん え、平和と繁栄をもたらして、そこを通る人々がみんな、あれ、なんでここはこんなに平和と繁栄があるんだろう。いやあ、うん、ここの神様を知りたいっていうので、イスラエルの神様のことを知って、 そして、えー、彼らは自分の国に持って帰って、え、ちょ、ちょっと、ちょっとみんな、この神様すごいんだよって、んみんなが信じるようにさせることができた時代。うんはい、はい、はい。それで、世界の中心で一番人が通るところをお選びになったというのが、カナんの地なのねな。多くの人がここを通りながら、 イスラエルの神は強いとか、平和と繁栄があるっていうのを見て、それで驚いて、また尊敬して帰っていくっていうのを神様もご計画してたんだ。ということはもうすごいでしょすごいね。今と逆さまね、今は宣教師がどんどん送るんだけど、うん、ああだけどもう神様のご計画はそこを通る人みんなが神様を信じたくなるっていう。ううん、そうかそうか。 それが神様ののご見だったのね,ねでも一つ聖書を読みながら考えさせられることがあるんだけど、うん、まあアブラハムの子孫たちは平和と繁栄をもたらすというのは分かるんだけど結構子孫たちも戦い続けて大変な状況があってっていうのも見るよね歴史の中で。それは、ね、彼らが 偶像礼拝してたから。彼らはエジプトで430年過ごしてるから、神々のいるところに過ごして、えー、そして、えー、カナンの地に住んでん、えー、この神様一つだけが本物だっていうのがどうも信じられない。えー、それをそういうので、 いやあ、雨が必要な時は、やっぱりバールの神様のとこ行ったほうがいい。子<ー>宝が必要な時は、やっぱりアシュラの神様のとこ行ったほうがいいって、<ー>そういう偶像礼拝をしてたのね。えー、だから、ちょっと、うんお、この列王記第二列王記の、はい、お23章を見るとね、うん、えー、例えば、6節では、あ彼は、 アシュラ像とシュノミアからエルサレムの郊外キデロンの運び出し、そのキデロンで焼いたというアシュラ像が神殿の中にあったっていうことが書かれてるのね。そして、その挙句に、えー これ、十節を読むと、うん、ベンヒノムの谷にあるトフェテを怪我し、うん、誰も自分の息子や娘に火で火をくぐらせることができないようにしたっていう、これはヨシワ王という人が、うんあ、お掃除をしてるわけ、神殿を清めてるわけ、土地を清めてるのね。うんうん、自分の息子娘たちを火に捧げるような、 そこまで偶像連拝してたのね。そういうことなんだね。うん。だから、うん、結論的には、うん、北イスラエルと南ユダが分かれちゃったのね。分裂してしまって。うん、北イスラエルはアッシリアに保守に連れて行かれたの。うんうん、そのアッシリアは死ぬあるの地なのね。死ぬあるの地。うん。うん、そして、バビロンがその、 アッシリアの土地を取ったのね。そしたら今度は南ユダの人たちがバビロンに補修に連れて行かれてるのね。結果的にはそんなに偶像礼拝が好きだったら、アブラハムのいた元の地に戻りなさいという、偶像が始まった土地に戻りなさいって死ぬあるの地に戻されたの。うそうなんだね。 やっぱり偶像礼拝が本当に大変な結果をもたらしてい本当にそうなのね。えー、しかし、うん、バビロンの土地がメディアペルシャっていう二、うん、つの国に取られちゃったのね。うんうん、それが539年、前紀元前五百539年なんだけど、その、 あメルギャペルシャの王、クロスが、うんあ、エルサレムに戻って、神殿を建てなさいって言って、うん、神様によって戻ってくることができたのね。<ー>もうその時には彼らは偶像恋愛しなかったそ、えー。そして、イエス・キリストがお生まれになって、うん すべての民族が祝福されるというように、すべての民族の罪のために、イエス様が、そうか。いをしてくださった。う,ん,うん。そういうことなだね。なるほど。じゃあ、一回は、イスラエルの民は、もうみんな、バビロン、アッシリア、それ全部同じ場所でしょみんな同じ場所。同じ場所に連れて行かれて、でも、わざわざ、 そこからカナンに連れ戻すっていうことを神様はされたっていうことなんだねそれはもう全ての民族の救済計画のための人たちだから戻してイエス様がお生まれになるようにって。なるほどじゃあやっぱりイエス様がそこで生まれたのは世界中の人のためで私たちのためでもあるのでアブラハムの子孫とかカナンの地 そこでできたお、えー、起きた出来事は、やっぱり現在までも関係していることとして、神様がご計画されたんだね。そうなのよね。うん、イエス様をあ彼らが受け入れなかったので、世界遺産しちゃったんだけど、うん、また彼らが元に戻ってるでしょ、うん、今。やっぱり、カナンの地に戻ってるでしょ。それは、あ 人類救済計画のために、そして世界の誠の平和っていうものをもたらすために、んうんうん、イエス様が再び来られる。やっぱりカナの地なのようんうん。そこに再び来られる。その用意のためにしていらっしゃる。なるほど。だから世界の中心に置かれたのは、うん、昔のためだけでもなく、うんうん 人類救済計画全部のためなんだね。そうか。まことの平和とか繁栄とか、それがもう持たずされるために、やっぱりあの地を神様選んだっていうのは今も関係してるんだね。そうなの、ね。すごいな。素晴らしい話だね。いやー、聖書にずいぶんそれがはっきり出てる。うん,うん、う,んうん、本当だね。 いやあ、今日もなんかワクワクする話を聞かせてもらったないやー、うん、素晴らしい質問ありがとう。竹ちゃん、っもっともっとっ、うん、質問して。うんうん、また、ね、もうますます若くなってくるから、うん、私ああ、そうだね。もうどんどん若返って。<laughs> はい、じゃあまた質問持って今度来るね。はい、また来てね、うん。今日はありがとう。それでは、本日のおさらいをします。神様が、アブラハムをカナンの地へ行くように言われたのは、 カナンがが世界のの多くの人々が行き来すする大通りだったからです昔の戦いは神々の戦いだったのでここを通る人たちが平和と繁栄をもたらすイスラエルの神を知ることができる最良の土地でしたそれでは皆様またお会いしましょうシャロー